見てください、この志村けんさん、とてもリアルです。写真撮りたくなっちゃいます。実寸大のバカ殿様に雷様のカツラまで。阪神梅田本店で始まったのは、今年結成60周年を迎える国民的グループザ・ドリフターズの企画展です。初日の今日はメンバーの加藤茶さんがサプライズで来場者を迎え入れました。泣いちゃって何も話せなかった。本当は普段はこの変なおじさんだけの格好で行ってるんですけど、ワンポイントで加藤ちゃんのハッピーを入れて、意外とやっぱりちっちゃいなっていうのがやっぱり展示には加藤茶さんが実際に使っていた初代ハゲカツラやバンド時代のものもあり、ドリフ60年の軌跡も振り返ることができます。またドリフの一員になった気分を味わえるフォトスポットも。見たことないのもたくさんあったし、やっぱね、懐かしいなって思うよりかも、うわこんなあったんだとか、持ってるとか思ったりとかして、ちょっと楽しかったですね。この子の世代も私もおばあちゃんもみんなで楽しめるのが、ずっと変わらんと面白いのがええとこやと思います。ドリフファン大満足な企画展は来月11日までです。